佐藤春夫作、のの字の世界。うたちゃんは三人兄弟の末で、来年からは幼稚園へ行こうというのですが、早くから自分ではお姉ちゃん気取りで、えいちゃん、えいちゃんと自分を呼んでいます。えいちゃんとは、姉ちゃんの片言なのです。ありがとうございます。本編は右下の点点点をタップした説明のところをタップしていただいたところにリンク先を表示しておりますので、そちらからぜひ聞いてみてください。